佐竹義順から1901年3月7日は、佐竹氏一門の助、竹西家17代当主、久保田藩大館大11代正圧男爵。父は、西家佐竹義持。母は、佐竹義実の娘竹子。性質は、岩北か信の七女中子。子は、佐竹正一、陽明龍のす通称老、山と。忌みは義林、義高、義順。 王は、桂城。大館城代、佐竹義持の子として生まれる。1864年、父の隠居により家督相続。慶応4年の母親戦争の際、久保田藩が新政府軍につき、列藩同盟側の森岡藩に8月に、大館城を攻撃され、支え切れずに8月22日城に火を放って、退却した。8月28日には、 佐賀藩からの援軍を受けて反撃し、9月5日に森岡藩軍が撤退したため大館を奪還した。1868年には新政府の命で森岡藩の森岡城を受け取りを務める。1869年久保田宇前、取締所県知事を拝命。1874年大倉省に出資する。1875年大倉省を辞職して大館に帰る。 1900年母親戦争での功績により、男爵に除される。1901年死去、去年64、ありがとうございます。